帰ってるので待ってね。ありがとう。やっほー、こんばんは。やっほー、ゆらです。そう、いや、なんか今日さ、結果朝4時間レッスンした後何時間か自主練して、でなんか結果またこの配信終わったらレッスンに出るんだけど、そうだから昼ゆっくり配信しようかなって思ったんだけど、まあなんかやっぱ練習しようと思って配信せずに残って練習しちゃった。ごめんね。そう、私そう、今さっき、本当に今さっきまでベストヒット歌謡祭を見てたんですけど、もう泣いた泣いた、もう泣きですよいや、もう感動の嬉し涙ですね、感動の。うん、なんか本当なんかね、感動した普通に。あ、すごいなんかね、嬉しかった普通に。嬉しかった、なんかその自分がどうのこうのとかじゃなく、こう二人がこうフロントで踊ってるのを見てすごく感動したし、めっちゃうまいなって思ったし。いや、自分がねどうだったとかはね、なんか何にもかん感じてないんですけど、なんかこう2人がこうベストヒット歌謡祭でさ、 AKB さんのセンターとフロントでさ踊ってるのを見て、なんかあーと思って、すごい嬉しいと思って、なんか嬉しい、本当に嬉しかった、素直に。だってそうだよ、フロントの3人のうち2人が STU って、 STU すごいなって思ったし、なんかもう嬉しくって、大好きな2人が出たのもなんか感動しちゃって、あ、今村美月、門脇美奈書いてあると思って嬉しくて、ちょっとポロってなりました。ダメダメ、タコありがとう、本当に。なんかそれでなんか毎日毎日なんか自分はなんか泣いてばっかりだけど、でもなんかこうすごく歓喜されたというか、気持ちが、私ももっともっと頑張ろうって思いました。え、ボハートありがとう。頑張らないといけないなって思ったし、なんかシンプルにもっと自分も頑張りたいなって二人の姿を見て思わせてもらった。うん、隣のワンちゃんがすごく吠えてるけど大丈夫かな、どうしたのかな、大丈夫だよ、うん、すごく刺激になりました。で、なんかすごくね、なんか私の中最近もうやばい、このねティッシュの数をね見てもらえばねちょっと分かると思うんですけど、これ涙さっき拭いてたんだけど、なんか本当にこんな感じで、なんか最近自分がすごくうようよというかなよなよしてたので、なんかすごくね、あ、頑張らなきゃ、こんなところでくじけてられないなって私も思いました。涙の
涙を拭いたティッシュ見せる系もうなんか頑張ろうって思った本当に。でなんかもっとなんて言うんだろう、もっとなんかもっとできるのかもしれない、もっと自分ももっと頑張れるかもしれないって思いましたね。そうなんか最近本当にね泣いてばっかりだったので、二人の姿を見てすごく勇気をもらいました。ありがとう。あのね連絡したんですよ、みちさんに。みちさんに連絡してすぐに本番前に、まあもう私的にはもう本人から聞いあれ本人は言っちゃダメなのね、聞いてないんですよもちろん、聞いてないんだけど私的にはセンターだろうなって思ってたから、見て私も動画を見て絶対あこれはセンター行くだろうなって思ってたから、今日ベストヒット歌謡祭の前に、放送が始まる前に頑張ってねほんまに応援してる泣きマークみたいなのみちさんに送ったんですよ。そしたらそれでほんまにすごいみたいな、始まった時に感動してほんまにすごいみたいな、号泣したみたいなのを送ったら、なんかありがとうでねそんなことないよみたいな感じのメッセージが来たんですけど、もう私の中では本当になんか一番もう見えなかった、他が見えないぐらいすごく良かった、本当にすごく良かった、もうすごく感動した、すごく良かった良かったしか言ってないけど、早く二人に会いたいです。でも二人のいないレッスンは悲しいです、すごいことだよ。チャーリーさんだるまありがとう、すごいことですよ、このねゴールデンタイムの全国ネットで AKB のセンターなんてね。でもなんかチャンスって結構すぐ近くに転がってるものなんだなって思った。それをつかめるかつかめないかはほんのちょっとの差なんだろうなみんなって思う。マックさんありがとう、ジーンありがとう。うん、今年一番感動した私も。だからやっぱりそのチャンスをつかめるかつかめないかは本当になんかすごく小さな差なんだろうなって思った。意外にチャンスはあるもんなんだなって思いましたね、奇跡じゃなくね、まあ、実力で掴み取ったものだからこそあれですよね。はじめましてジュンヤありがとう、 ST のゆらりんことゆらくりね。うんね、そうなんか AKB グループって面白いなって思いましたね。やっぱりグループの力ってやっぱりあるとは思うけど、こう常に何かイベントがあるじゃないですか。で常に誰がいつチャンスをつかみ取るかわからないぐらい常にチャンスって落ちてると思ったあの AKB グループって思いましたね、すごく。うん、ねえ、まあなんか皆さんにすごく言ってもらってて、言ってもらってたんですけど、あんまり自分からそれについて触れたことはなかったんですけど、私は
次AKB48 グループの歌唱力ナンバーワン決定戦っていうやつに立候補したんですよ。で、それはなんでかって言ったら、まあ、歌うことが好きだからもあるし、今あるチャンスをまあもう貪欲に掴んでいきたいと思ってるので、今自分にできることは全部やろうって思ってて、まあやって後悔よりやらずに後悔の方が嫌だなって思って、まあどうせまあうまくいかなかったとしてもやらないよりやった方がいいかなと思って、今なんかあるチャンスは全部掴みに行きたいなと思って立候補したんですよ。それで今日2人の姿をこうテレビで見て、あ、なんかやっぱりすごいキラキラしてたし、すごくなんか私も嬉しくなったし、なんかもうちょっと私も頑張りたいなって思って、あんまり皆さんから結構言ってくださってたんですけど、あんまり言えなかったんですけど、まあ真剣に頑張ろうかなと思います。さちさんありがとう。まあね、何かしらプラスになるかなと思うしね、なんかうん、私はもともと、まあ確かに歌とダンスを、まあ、習ってはいたんですけど、本当に別に上手なわけじゃなくってなんか正直自分でもなんか歌とかダンスの上手さでなんかやってたわけではなく、なんか私は結構なんかうん、そういうのじゃなくなんか愛嬌とかできたんじゃないかなって思うところもいっぱいあるので、今までの人生だから今回なんか自分の実力のなさとかもノーウェイマン挑戦してすごくなんか突きつけられたし、自分でも曲の歌とダンスを踊るのはブリブリするのはすごく好きなんですけど、このしっかりとしたノーエマみたいなダンスはなんか本当に下手くそでちょっとごまかしながら生きてきたところもあったのでなんかだからすごく自分の実力のなさもすごく突きつけられたし、なんか前よりもさらにダメになったなって自分でもなんか思ったんですよ。そう、昔よりも踊れなくなってるなって思ったし、自分でも見て、うん、なんか自分で自分の踊ってる姿を見るのが嫌なんですよ嫌だった、もうノーウェイマンの時に、あ、なんでこんなに踊れないんだろうと思って、なんかだからそれがネットに上がってしまった時にマジかって思ったし、自分の踊りに自信がないし、なんか確かにアイドル曲とかをブリブリ歌ったりするのは好きなんだけど、こういざしっかりとしたダンスを自分がやって自分でその姿を見た時になんかもう本当になんか全然ダメだなと思って、昔よりもさらに踊れなくなってるし、なんか正直 STA に入ってなんて言うんだろう、こうなんていうの、こうがっつりとしたダンスをあんまりできてなかったのかなと思って、なんか今までめちゃめちゃ結構レッスンやってた分、習い事でなんかやらなかった分すごく落ちてるなっていうのを自分でも実感してしまって、で今回歌も昔は習ってたんですよね、歌うことも好きだったし割と自分の歌にも自信がある方だったんですけど、最近こうカラオケ配信とかを
こう見直してみると、その昔歌を習ってた先生からもめちゃくちゃ下手くそになってるしとお叱りをいただきまして、こんなんでやっていけると思いさんなよみたいなコメントいただきまして、自分でもしっかりと見返してみると、あ、落ちたなと思って、自分も元から別に上手なわけではないんですけど、あの私は感情を込めて歌うことがすごく好きで、あの音程とか取るのは苦手だから、あんまりなんていうの、音程はフラフラとかしちゃうけど、練習に練習を積み重ねて感情を込めて歌うことによって、なんかちょっとカモフラージュされてたところとかもあったんですよ、たくさん。なんか今までそういうところはなんか自分で目をつむってきたけど、なんかそういうところもなんかあの向き合っていかないといけないなってすごく自分でも思って、今までなんとなくで、なんとなくいい人生を歩んできたから、なんとなくでなってきてたんですよ人生。でもこう STU に入って、やっぱりなんとなくじゃ全然うまくいかないし、やっぱりこう前に出たり、今回の2人とか前に出たり上に行ったりする人は間違いなく絶対に誰もが認める努力をしてると思う。私も努力してるなっていう人がやっぱり上に行く世界なんだなっていうのをすごく実感させられて、さあじゃあいいね、ありがとう、一緒ありがとう思って、だから私ももっともっとこうなんかあのショールームして、何レッスン行って淡々とこなすわけではなく、もうちょっと自分を高めていく意味のあることをしていかないとダメだなと改めて思いました。 48GDD さん、いいね、ありがとう、たくさんありがとう。なんか正直私18日のね公演ね、私半分しか出れないんですよ。でスタジオの公演がこう2回あって、18日と12月にももう1回あるんですけど、12月の方は私出れなくって、11月18日の方も半分しか出れないんですね。で AKB グループはまあ6人でやることが基本だから、7人のユニットだけど6人でやるのが基本の体制らしいんですよ。まあそれはその決まりだし、それは仕方ないことだし、ね、これはお話しするか迷ったんですけど、18日は私は半分しか出れなくって、公演はね、私的にまあ運営の方に今まで何も言ったことはないんですけど、私って半分しか出られないんですかねっていう話をしたんですよ。12月の方も1回も出れないし、18日の方も私って半分しか出れないんですかって聞いたの。で、そしたら、まあ、そういう形になりましたと言われて、でも AKB グループはその6人でやるのが結構主体らしいから、それは決まりだし仕方ないし、私は研究生の立場だから、それは私が出れないのは当たり前のことだし、そのグループの中で仕方のないことだと私も思ってる。全然だからそういうことに関して不満とかは一切ないんだけど、申し訳ない気持ちが2つあって、まずはその立ち位置がなんていうの、こう前半後半に分かれちゃうから、まあ、前半に出る子後半に出る子で、私は後半に出るから、その前半は出れるけど後半はその変わっちゃう子も、何え、なんて言ったらいいの、何後半出るから、私が何、私がその子のポジションに入るわけだから、前半は出れても後半は出れない子が出てきちゃうんですよ。そしたら
その子に一番まず申し訳ないなと私は思って、私が出たいからとかじゃなく、あの私がもしその子のファンだったらわざわざ仕事もお休みを取ってチケットも取って遠くから来てくださる方もいて、その子が出るのを楽しみにしてるのに、その子が前半からしか、あの前半しか出れなかくって、私が後半から出たたら、その子もあれだし、その子のファンの人も絶対その子を見に来てるのにさ、私が出ちゃったらさ申し訳ないなっていうのがあって、それでもう一つは私のファンの人にすごくあの辛くって、あのファンの方が18日チケット取ったよとか18日楽しみにしてくれあのしてるよっていうコメントをくださっても、なんていうの、私は半分しか寝れないのに、なんかわざわざ休んできてくださったりするのがなんかどうしようかなって思っちゃうところがあって、ちょっとうんって思ってて、あの運営の方に、あのもしよかったら私は18日から一切全て外してほしいっていう風に頼んだんですよ。この2つのことを思って、いつか出られる時のためにずっと練習して頑張るから、いつか出られる時に精一杯全てを出し切りたいじゃないですか、やっぱり後半からとかじゃなくて、だから一気に出られる時がいつか来たら、その時にファンの方にも来てもらえたらいい、嬉しいから、しかもその子のファンの方にも申し訳ない、変わってしまうファンの方にもその子にも申し訳ないから、私は18日出さないでくださいって言ったんですよ。そしたらそれは自分勝手な考えだよって言われて、確かにその通りだなと思って、わざわざ出してくださるって言ってるのに、それに対して私はめんどくさい女だから素直に半分でも出れるやったとはなれずに、こういろんなことを考えてしまって、こう自分勝手なことを言ってしまったなと思って、そうですよね、すいませんでしたって言って、でも本当にその通りだなって思うし、半分でもこうどうしようもないところにさわざわざ入れて出してくれようとしてくださってる方がさありがたいことだから、だからまた考えを変えて、その残りの半分だけでも、半分しか見えなかったけど半分しか出れなかったけど、その半分でも十分楽しめたってファンの方が思ってもらえるくらい、私はその半分を頑張ろうと思ってます。パクパクさんありがとう。でもやっぱりこうレッスンに行くとさ、こう何、私は基本公園に出ないわけやから立ち位置がないわけやけん、後ろでいつも一人で踊って、みんながこう立ち位置付きでレッスンしよる後ろで一人でレッスンするんだけど、なんかやっぱり私も自分の立ち位置があったら、こうみんなと立ち位置で練習できたりとかするのに、なんかこうスタジオのメンバーじゃけど、なんかイベントとかも基本他のメンバーが休みの時とかじゃないと出させてもらえないし、基本さなんていうの、全部今までもさ、あの私なしのメンバーでスタジオって出てたから、なんかこうユニット制になってもなんかちょっと選抜非選抜みたいな感じなのかなみたいな負い目を感じてて、こうレッスンに行ってもなんかすごくいつもなんか悲しい気持ちになっちゃって、こう泣いてしまってたんですよ最近毎日。でもそんなことでね、そんなことでくよくよしてたらダメだなと思って、ゆらが出れる公演は珍しいけんその分レア度上がるみたいな感じにファンの人にも思ってもらえたらいいなと思って頑張ろうと思いました今日の2人を見て。
早く寝られないな。だから私はいつでも声に出れるってなった時にいつでも出れるように、今は立ち位置がないけど頑張ってレッスンも絶対力を抜きたくないし、頑張ってパワーを貯めとくのパワーを貯めとくの。それでいつかフルで全部寝れるってなった時に弾けれるように、今は準備期間だと思って頑張ろうと思いました。でも今は確かにこの状況に関して悔しいし、正直やっぱりユニット公演で公演にフルで一回も出られないのは私だけだし、それはもうスタジオのメンバーが7人だし、兼任のメンバーもいないから、研究生だから仕方ないし当たり前のことだと思う。本当にこれは理不尽でも何の理不尽でも何でもない。私が研究生だし7人だからもう仕方ない。もうだからそこを今さら悲しく思ったところで、悲しく思ったところでもう誰も悪くない、誰も悪くない、もうどうもできない、当たり前のことだし仕方のないことだから、だからそのことに関してもう悩んだり落ち込んだりは絶対にもうしないと、弱音を吐くのはもうやめようと、いつか頑張ってたらいつか絶対に見てくださってる人はいるし、ただ私のファンの人にこんなに応援してくれてるのに、ファンの人が私が全然公演に出れないのも出番がないのも申し訳ないなっていう気持ちだけです。だから私が出る公演はレア度が高いのでもしいつか出れるってなった時はすごくすごく頑張ってパフォーマンスするので、まあこのままならずっと出れなくない、まあわかんない、出れないかもしれないけど、出れないかもしれないからなんで出れないのに練習するのってもうなってしまったらもう終わりじゃないですか。もうそうなったら終わりよ。じゃけんいつか出れるってなった時のためにいつでも準備できるようにゆらは今頑張るんよでもありがたいことにゆらがこう公演にちょっとでも半分でも出れるってなったらファンの方はこんなに喜んでくれるし楽しみにしてくれるから、だからこんなファンの方がいてくださるから頑張れてるっていうのはすごく思います。多分ファンの方がこんな優しくなかったら、あかりのファンの人が優しくなかったらきっとゆらもなんか心折れてたし落ち込んでばっかりだったと思うんじゃけど、みんながそうやって言ってくれることによって、はあ、ちょっとでもゆらのことを楽しみに待っとってくださる方がおるんだったら、その方々を喜ばせたいし、その方々のために頑張ろうって思えるから、だから変わらずに応援してくださいでも今日の2人を見てもっと頑張れる、私はもっと頑張れると思ったので、
張ろうと思う。でもその私が半分しか出れないことに関してとか、あの運営の方が悪いとかでは本当になくって、 AKB グループは6イベントとかもやっぱり6人でやることが多いし、あのこの短い期間ですごくユニットの公演のために先生方も新しく立ち位置を作ってくださったり、みんなもレッスン頑張ったりしてるので、本当にあの誰もみんな頑張ってるし、あのみんな 誰もが頑張ってるし、だから全然誰かを責めるとかではなく、この状況を逆にもっといいように捉えれるように、うん、そう頑張ろうと思う。頑張ろうと思うね。え、私がこう思ってることもあのリーダーはすごく多分何も言ってないけど分かってくれて、いろいろなんか掛け合ったりしてくれてるところとかもあったりすると思うかな。こうなんか本当に誰が悪いとか何が正解とかはないけど、まあ今は自分の立場が研究生だし、そうなるのは当たり前のことだし、全然あのその立場が不平等だとか全く思わないし、これは当たり前のことだから、こうなんか何を言ってるか分かんなくなってきたけど、あのいつか自分の立ち位置があって、いつか自分だけのこうなんかゆらあかりとしての存在が、まあちゃんとスタジオのメンバーとしてしっかりこう刻まれる時が来たらいいなって思う。まあその頃には期間限定ユニットだからどうしよう、それまでに解散しちゃったらって感じだけど、たまたこありがとう、りょうぴょん、くまさんありがとうございます。頑張ろう。まあね、あの人生の中でこんなにね葛藤格闘するのも夢を見れるのも辛い思いをするのも努力ができるのも夢中になれるのも今この場所に入れてるからこそであって、きっと普通の人生やってたら昼まで寝て夜まで寝て朝まで寝る生活しかしてなかったのでね、私にはこのぐらいがね、いいんですよ。頑張ろう頑張ろう。まあこの自分の好きなことでね悩みを持ててるっていうことはすごく幸せなことだと思うし、嫌だな、やりたくないなっていう悩みじゃなくって、どうしたらいいんだろうっていう悩みはね、いい悩みだと思う。自分をもっと高めていけるようにね、私もいろいろと頑張っていかないといけないなって二人から教わったので、そうよ今日ね
レッスン行かんといけんのよね、ショールーム終わったら。9時ぐらいにショールーム終わって、今から私レッスン行くけん、ちょっと1時間できんかもしれん。9時ぐらいで終わるかな。ミスさんありがとう、モンブラン。そう、今ねみんな必死なんよ。こんな時間からレッスンしてくれる先生もね、付き合ってくれるマネージャーさんもね、なかなかおらんけ。ほんと今日はだからね、もうこれ以上夜の配信はできないんだけど、あの昼自主練しちゃったし、しかもあのベストヒット歌謡祭出る見るまでちょっと配信ちょっとモヤモヤしちゃってできないなって思ったから、結果ちょっとしか今日配信できなくてごめんね。そう、素敵なグループでしょ、こんな時間までやってくれるとこなんてなかなかいないよ。ありがたい。まあね、来たい人だけって感じのレッスンやけど、行くよ。レイジーさん、まあ今すごくでもすっきりしました。最近なんかずっと配信の前も配信の後も配信中もなんかずっと普通の配信をしてると涙が止まらないみたいな。そう、まあみんなそういう時期なんだと思う。おきちゃんともそういう話するし、みんなそういう時期なんだと思う、いろいろ。でもそんな感じだったから申し訳ないなって思って、だから昨日もあケーキ作ろうと思ったの。普通の配信してたら絶対涙出ちゃうと思って、レッスン終わりだから今日だからって思ったけど、まあベストヒット歌謡祭見てなんかこのままじゃいけんなって思って、今日ありがとうって思って、私の思っとることを言わんかったら多分ずっとファンの方も心配させてしまうと思うし、自分もずっとモヤモヤしてしまうやろうなって思ってけん、今日みんなに伝えることができてよかった。ベストヒット歌謡祭見て泣いたのはもう嬉し涙でしかない、本当にありがとうって感じ。嬉しかった、2人が出てるのが。フルーツタルト買ってしまったごめんじゃん。そうなんか私のママもね、タルトなんか私が昨日泣いちゃったからなんか探してくれてたみたいで、でもなんかいいでっかいタルト台がなかったらしくって、まあタルト作らずに踊ろうと思って、私もいいやと思って。大丈夫、でもなんか逆に燃えてるから今すごくいい意味で。頑張ろうと思うよ。なんかこのグループだからこそ結構チャンスっていっぱいあるし、意外と本当に夢の近くまで来れてるんだなって思うから、多分もうちょっと前向きに頑張ろうかなって思いました。ありがとう、みんな話を聞いてくれてよかった、みんなが優しい人で。うんうん、ファイトロブー。
まあ本当に最近もう毎日毎日泣きすぎて、本当になんかティッシュ何箱消費するんかってぐらい毎日泣いてたので、今日からもう泣かないように頑張ります。まあみんなにね悩みを言えたけん、なんかもう多分泣くこともないと思う。もうなんかもやもやしとったのもみんなに話を聞いてもらえたけん元気になりました。本当恭平ありがとう、ありがとう。もうねみんなが一番の相談相手よ、ほんま。誰に相談してもさ、やっぱさな、私のことをやっぱ一番見とってくれて、誰よりも一番知っとってくれるのはね、私のファンの人以外おらんけんね。ありがとう。18日はそのスタジオの公演と、20日にはねそう陸上公演にも出るのね。ぜひそっちも力を抜かず頑張りたいと思います。半分しか出れないけど全部の曲ちゃんと練習してるから、いつでも何かあったらいつでも出れる準備はしてるからっていうのを自分に言い聞かせて、前回ね、そう私めちゃめちゃ緊張でお腹痛くなってしまって、すごくなんか硬いパフォーマンスになってしまったので、まあ20日は2回目だし、せっかく磯貝さんのねポジションをさせてもらってるのでね、そっちの方も頑張ろうと思います。もちろんまあいつかねこんな時もあったな、まあ、あの時があったから今があるんだよなってファンの人と話せるようになりたいですね。そういうことです。ありがとうございます。ありがとう。だからみんなも変わらずに見守ってってくださいね。ゆらは伸びしろしかないと思う、自分でも。だって今から伸びしろしかないでしょ。もうもはや。だけんこれからどんどんね楽しくなっていくと思う。ゆらを応援してくださった方もきっとそういう未来にしていく、私が。だからこれからも好きでいてね、私のこと。ゆずたさんありがとう。まだそうよ、何も始まってないぐらいじゃけ、人と比べてしまうこともあるけど、そういう世界だけどね、自分を見失ったら終わりだなって思った。自分でも自分ができることをまずやらってね。そうやで、いいね、ありがとう。でもなんか2人にめっちゃ感謝ですね、みゆみゆさんとみちゅさんに。2人を見てなんか結構気持ちが変わったというか、気持ちの持ちようが変わったので、勇気をもらいました。
まあみんなも話聞いてくれてありがとね。頑張るわ。最近泣いてばっかりでね、あの心配をかけさせてしまって本当に申し訳なかった。し、そのモヤモヤも今日みんなに話すことができたけん、もう今はとにかく踊って忘れよう全部。嫌なというか、そういう辛気臭い思いはもう踊って全部吹き飛ばして、また心機一転頑張ろうと思います。ありがとう、聞いてくれて。でも二人がね、STU に新しい風をね吹いてくれたんじゃないかな、めちゃめちゃ思う。本当にかっこよかった。そうね、成長したねって言ってもらえるように、心も歌もダンスも落ちたねって言われるんじゃなくてね、まあやればできんじゃんぐらいにね思ってもらえるぐらい、やっぱあのあれですね、力抜いちゃダメですね何事も。抜いてたわけじゃないけど、もっともっと頑張らないとダメだなって思った。頑張ろう。よっしゃ、そろそろ私はレッスンに向かわなければいけないので、なんかありがとう、みんな話聞いてくれてすっきりしたよ、みんなのおかげで。ランキング読んで終わりたいと思います。ごめんね、1時間もできなくって、申し訳ない。もうちょっとしたかったんだけど、そろそろ時間がまずいので、ランキング読みます。ゆまぽん、あとゆらら、ありがとうございます。そして12位がひろ08さん、ありがとうございます。そして10位がバイセコ大成功さん、ありがとうございます。そして10位がドーグラスさん、ありがとうございます。そして9位がつくしさん、ありがとうございます。そして8位がヨシティさん、ありがとうございます。そして7位がヒョウアとメリーポピンズ全ヨシさん、ありがとうございます。そして6位がタクメタルさん、ありがとうございます。そして5位がウルさん、ありがとうございます。そして4位がトートー、ありがとうございます。そして3位がリンジアットアバターもついていきます、ありがとうございます。そして2位がリョウピョンアットあかりのためにもっと頑張るね、一緒に上を目指そう。もうファンの方は頑張ってくれとうよ、頑張らんといけない、私の方じゃけんね、いつもありがとう本当に。そして1位が面接のヒデポンアット応援しかできないから全力で応援するね、もう本当にありがとう、本当にみんなありがとう、壇上の皆さんありがとうございます。でランダム3人読んで終わりたいと思います。カツさん、ちゃんさん、アウストラロピテクス13さんありがとうございました、ありがとう、みんな本当にありがとう、大好きだよみんな、ありがとう。大丈夫、応援のしがいのあるようにうなぎ登りっていうだけしていけるようにね頑張るけん、期待してってください。みんなが思うゆらの未来をね、ゆらが作り上げます。
レッスン行ってきます。じゃあ短い時間になってしまってごめんね、1時間できなくて。それでは今日はもう会えないけど、ちゃんと寝てくださいね皆さん。頑張るわ。それじゃあ、行ってきます。また明日ね。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。それでは終わります。できます。おやすみ。また明日ね。